皆様こんにちは、こんばんは。キャラメルボックス TV 第4回目でございます。イエーイ。さあというわけでございましてで、先日から YouTube で配信が始まったこの番組なんですけれども、はい、司会は私、キャラメルボックスに入団してもう17年目になっております筒井俊作です。そして今月のアシスタントは、はい、入団4年目の石森美咲です。よろしくお願いします。さて、この番組はどんな内容かと申しますと、演劇集団キャラメルボックスがこれから上演する作品の公演情報をお知らせするとともに、その近況なんかをお知らせするだいたい15分ぐらいに収まればいいなぁなんて思っている番組です。でも毎月だいたい20分ぐらいになってます。そうなんですか。はい、まあつまりはですね、はい、まああのいい風に言えば自由な番組っていう、まあ、ことですかね。はい、はい、なのであの皆様もですね、ぜひあのこの番組内でこんなことしてほしいなですとか、はい、あんな人にこんなことをやってもらいたいなですとか何かございましたら、コメント欄にどんどん書き込んでください。お願いします。さあというわけでございまして、キャラメルボックスは今年2回目のグリーティングシアター流れ星の気持ちの東京公演が終わりまして、来月には所沢、明石、秩父で、同作品を上演いたします。ところでアシスタントの西森さん、はい、流れ星の気持ちはもうご覧にはなりました？2回見ました。2回も見た。よっぽど暇なんですね。いやもう見たくて見たくて。見たくて見たくてというと、いや1回目初めて見たのが初日だったんですけど、はい、なるほど、うん、いやもうこの時に本当に私この脚本好きだなって思ったのが、まあ、一番で。なるほど。であとはもう何が一番楽しみかって言ったら、はい、ダンスシーンの石川さんのダンス。あのね、それたまたまなんですけど、今日あの、はい、私ですね、劇団員の後輩 の3人組、女子3人組が結成しております猫発射という団体のちょっと仕込みに行ってきたんですけどね、はい、そこでね、林孝子ちゃんも全く同じことを言っていたんですよ。石川さんのダンスから目が離せないっていう風に。何があったんですか。ですよ。どうしたどうした、それはどうして。いや、まあ見てからのお楽しみっていうところもあるのですがあるのですが、はい、やっぱり石川さんに目がいっちゃうっていうのは、やっぱり石川さんに目がいっちゃう、はい、ありますね。いつものダンスとはちょっと変わっていて、はい、まあ、ジャンルで言ったら可愛い感じのダンスになっているんですけど。そうですね、確かに可愛い感じのダンスではあります。そうですね、うんうん、そうなんですけど、もうそれを踊っている石川さんがとにかく可愛くて。なるほど。だそうですよ、旦那さん。旦那さん、今あのカメラ撮ってらっしゃるの石川さんの旦那さんなんですけれども、めっちゃ笑ってますけどもね。後で石川さんにも言ってきましょう、笑ってますよっていう風に。まあわかりますよ、すね、確かに、うん、今回のダンスちょっとあのなんていうんですかね、ポップっていうんですか、そうです ね、リズミカルというか、ね、見てる方も踊り出したくなっちゃうような可愛、うんうん、いダンスだなって思いますね。それを一番体現していたのが石川さんですね。石川さんです。なるほど。もう芝居の内容よりも石川さんのダンスだと。石川さんに釘付けでした。いやいや、でもですね、主演を頑張っております関根翔太もね、はい、頑張っておりますし、そうですね、ヒロインの大滝真美含め、全員本当に頑張っておりますのでですね、はい、皆様もぜひ流れ星の気持ちご覧いただければなと思っております。ではそんな流れ星の気持ちの公演情報をお知らせしましょう。はい、キャラメルボックスグリーティングシアター流れ星の気持ちは先ほどもお知らせした通り、この後所沢、明石、秩父の3カ所で上演します。はい、所沢公演は10月6日土曜日午後2時から所沢市民文化センターミューズマーキホールで上演します。はい、チケットのご予約はミューズチケットセンターへお問い合わせください。お願いします。続いて明石公演は10月10日水曜日と11日木曜日の2日間、アワーズホール明石市立市民会館大ホールで上演します。はい、こちらのチケットはキャラメルボックスをはじめ各プレイガイドでご予約いただけます。はい、そしてツアー最終地の秩父です。10月27日土曜日午後2時から秩父宮記念市民会館大ホールフォレストで上演します。こちらのチケットは秩父宮記念市民会館までお問い合わせください。はい、どの会場もまだまだお席に余裕があるとのことですので、はい、お近くの方はぜひご来場ください。劇場でお待ちしております。はい、さて流れ星の気持ちのお知らせをしたところでですね、石森さん、はい、石森さんは7月に上演したエンジェルボールの後、あの、はい、なんか小悪魔みたいなことやってましたけどね。小悪魔してましたね。ヒャーって言って舞台上に立ってましたよね。はい、7月のエンジェルボールの後って一体何をしてたんですか。
そうですね、はい、私入団して4年目になるんですけど、はい、これだと9年目になるんですけど、ね、4年目になるんですけ ど、はい、毎年夏の公演に出演していたんですよ。ほー、そうだったんですね。なので気づくと夏があっという間に終わっていて、なるほど、なかなか夏らしいことをできていなかったんですけど、うん、ほうほう、まあ、今回は7月で終わりだったので、はい、8月の夏を思う存分楽しもうと思いまして、うん、おー何してきた。花火大会に。花火大会行って浴衣を着て浅草散策に行きました。浴衣を着て浅草散策、いいですね、はい、え、夏満喫しましたか。いや本当に満喫しましたね。ずっと浅草行くのはずっとやりたかったことだったので、はいはい、浴衣を着て、なるほど、浅草に行き、揚げまんじゅうを食べ、揚げまんじゅう、かき氷を食べ、かき氷を食べ、アイスを食べ、はい、満喫しました。花火大会ってどの花火大会に行ったの。名前ある。花火大会江戸川の花火大会に行きました。そうだったんだ。はい、ところで。じゃあもう人がいっぱいわーっていて。そうですね。あ、なるほどね。結構混んでましたね。でもやっぱもう すごかったですよ。ちなみに余談なんですけどね、はい、あの私花火打ち上げたことあるんですよ。そうじゃないですか。そうなんですよ。あの知り合いの花火師さん のお手伝いでですね、あの何度か花火の打ち上げ現場お手伝いさせてもらいまして、はい、もちろん実際に点火するっていうのはもう手出しできないんで、私たちはあの、まあ、こう関係者しか入れないエリアの中で見させてもらうんですけど、真下から見る花火がめちゃくちゃ綺麗なんですよ、そしてあの音ですね、あーボーンのこのボーンがもう一発一発ボディーブローかのようにガン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 出てくるんですよ。すっごく綺麗で気持ちよくて、唯一難点はうわー綺麗だなーと思って見てると上からススがめっちゃ落ちてくるんですよ。アプスアプスアプスって。あと時々あのご存知の方いるかな、花火あのカムロっていうのがありまして、下の方にまでそうカムロって言ってね、まあ、なあの冠っていう漢字書くんだったかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。花がパーン、花というかあの花火がパーン開いた後にその火花が下の方までずっと垂れ下がってくるやつがあるんですけど、それをねあの真下で見てると綺麗だな綺麗だな、これやばいんじゃないやばいんじゃないやばいんじゃないっつってもう焦っちゃうんですよね。あれはね体験してもいいかもしれないですよ。なるほど、またあの機会があったらぜひやりたいななんて思いますけれども、ぜひじゃあついていきます。お、いつでもいらっしゃい、はいはい、ただ しあのいつ爆発が起こるかわからないから、あのお父さんとお母さんにはちゃんと挨拶をしておくように。いやそんなことない、ちゃんとやってるから大丈夫です、はい、さあ、そんな、花火を打ち上げたい石森さんがですね、はい、次に出演するという公演が実は発表になったようなんですけれども。そうなんです、はい、こちらです。じゃーん、じゃーんとキャラメルボックス2018クリスマスツアーリトルドラマーボーイです。はい、こちらキャラメルボックスの2018年最後の公演となります。はい、こちらチラシの表には梶本くんが映ってますね。これそうですね、なんか手のところこれ大丈夫か、マッキーかなんかでペペって書いちゃいました。なんか青くなっちゃってますけど落書きではありません。落書きじゃない、印刷ですか、はい、なんか青くなってるってことですね、なんかね。そうなんですね。これ何ですか、なんか意味があるんですか。はい、チラシの裏にあらすじがありますね、はい、ちょっと読んでみましょう。はい、矢野トールは英会話教師、10歳の時ヒーリング能力を身につけた。トールが右手で触ると他人の怪我や病気が一瞬で治るのだが、事情があって他人の前ではできるだけ使わないようにしている。12月のある夜、トールは道端で瀕死の男を発見し思わず右手で触れてしまう。男はすぐに息を吹き返した。トールは逃げるように自宅に帰った。翌日、自宅に十文字と名乗る男がやってくる。十文字はトールが昨夜助けた男を探しているという。十文字の仕事は殺人代行業、つまり殺し屋だった。おです、なるほど、はい、これはつまりこの青くなっている右手が鍵になってくるということなんですよね。そうなんです。そして他にも気になるところがなんかいっぱいあったんですけど、まずこれ十文字、はい、これ十文字っていう男ですか。この男、これ去年上演したあのティアーズラインに出てきた男ですよね。そうなんです、阿部兆治さんが演じた役ですね、はい、ですよね、はい、そしてね、そのヒーリング能力を身につけたそのトール、このトールってこれ昔からキャラメルボックス見てくださってる方もしかしたらピンとくるかもしれないですけど、これってあれじゃないですか、トゥー、はい、1996年に上演した
トゥーの通りですよね。そうなんです。ですよね。はい、これまた今井よしひろさんが演じた役ですね。なるほど、はい、またこれで一つキャラメルボックスのミッシングリンクがつながるわけですね。はい、これなかなか面白そうですよ。はい、ちょっと早速公演情報は石森さんちょっとお願いします。お願いします。はい、リトルドラマーボーイのスタートはキャラメルボックス初となる初八王子公演です。八王子12月1日土曜日と2日日曜日の2日間、はい、八王子市芸術文化会館イチョウホール大ホールで上演します。はい、続いては大阪公演です。12月7日金曜日から9日日曜日までサンケイホールブリーゼで上演します。はい、そして最後は東京公演です。12月15日土曜日から25日火曜日までサンシャイン劇場で上演します。はい、八王子公演のチケットはすでに発売中です。詳しくは八王子市芸術文化会館へお問い合わせください。お願いします。大阪公演と東京公演のチケットは10月14日日曜からキャラメルボックス、そして全国の各プレイガイドで発売開始となります。はい、詳しい公演情報はキャラメルボックスのホームページをチェックしてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで先ほどもちらっとお知らせしたんですけれども、はい、この面白そうなリトルドラマーボーイにはリトルドラマーボーイリトルドラマーボーイには石森さん出演しますよね。これね、出演します。そうですよね。はい、じゃあここからはですね、あの石森さんによる、リトルドラマーボーイの、皆さん見に来てトークのコーナーを始めたいと思うんですけれどもそうだった、そうですよ、そうだった、そうだったってどういうことですか。まるで台本を忘れていたみたいな発言じゃないですか。あとさっきから石森さん自分の表情、ま、もうまるっきり散らして隠してますけど大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっといつもより情報量が多いなって思う。そんなことないですよね、見ている皆さんね、別に大したことないですよね。はい、頑張っております。全然大丈夫大丈夫。え、リトルドラマーボーイ、これあの石森さん、あの劇団員っていうのはあの実はです、まあ、皆さんも何度かキャラメルボックス内でこうキャラメルボックス TV 内でお話ししてるんで知ってる方いらっしゃるかもしれませんが、公演の1年前にね、はい、成井さんにね、そうですね、あの来年どんなこんなお話に出てもらいたいんだけどっていうお話するんですけど、うん、これ石森さんは聞いてたりしたんですか。はい、聞いてました。1年前の面談の時に、来年もクリスマスの公演出てほしいってことで、私4年間毎年出てるんですよ。クリスマス公演。君何、夏と冬キープされるの。そうなんです。なんで夏と冬に、夏と冬だけの女、必ず現れる女という。あ、そうだったんだ。まあ、今年は夏はその前に終わってはしまったけども。そうですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。その時に何かお話とかちらっと聞いたんですか。あ、お話の方はまだ新作なのでまだ決まってないんですが、うん、っていうお話だったんですけど、うんうんうん、なるほどね。はい、いやでもこれなんかやっぱキャラメルボックスを長く楽しんでくださってるお客さんとかね、はい、あるいは去年ぐらいから見始めてくださった方にとってもね、はい、あのなかなか面白そうな話じゃないですか。そうですね。今回石森さんどんな役どころとかそういうのあるんですか。いや、まだ台本が上がってきておりませんので。聞いた話によると悪魔の役で出るってこと、ね、はい、悪魔の役、はい、で出れたらいいですけど。あ、やっと顔がしましたね。やっと今ひょっこりはんって言った顔がしましたね。出れたらいいですけど。実は僕もチラチラね、またチラシに顔隠してんなって気にはいつまでも出さなくていいんですよって。しまっていいんですよ。ぜひとも来ていただきたいなと思いまして。そうですね。よろしくお願いします。クリスマス、あの、はい、ぜひお友達やご家族や恋人や、もちろんお一人様でも結構ですよ。よかったら、はい、あの素敵なクリスマスをキャラメルボックスと一緒に過ごしに来てください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、ここからは劇団員の出演情報に移りたいと思います。はい、まずはこちら。じゃん。林孝子、原田桐、森めぐみが出演する猫発車3匹目公演、はい、二人静かにです。はい、こちらの公演は9月28日から10月7日まで阿佐ヶ谷シアター社員で上演されます。もう実はこれを収録している今日本日ですね、はい、絶賛仕込み中でございまして、はい、私も今日ちらっとお手伝いしてきたんですけども、これかなり面白そうな話になってましてね。まあちょっと詳しいことは言えないんですけれども、キャラメルボックスで言うとですね、あれ何年前でしたっけね、君を送るという作品をですね、あのこの二人静かにで、はい、作演をしていただいております、カラッパレの岡部さんに、はい、キャラメルボックスも書き下ろしていただいたんですけれども、君を送るという作品なんですが、
あれをご覧になった方はきっとわかると思いますけれども、こう誤解に次ぐ誤解から生まれる一つのストーリーといいますか、それが最後一つに綺麗にまとまっていくというような、そんな爽快感を味わえるんじゃないかと思います。私全然内容知らないけど今宣伝してます。全く知らないんですけど。そうなんですね。見てはいないし、台本読んでもいないけど宣伝してます。なるほどなるほど。でも今日本当に3人にお話聞いたらそんな感じになってるみたいなんで、僕もねトークショーでちょっと参加するんですけれども、はい、今から楽しみにしてますんで、皆さんもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてキャラメルボックス TV ご覧になっていた方は、先週の胸キュンゼリフが果たして劇中に出てくるのかどうかも楽しみにしておいてください。ほぼ 100% の確率で出てこないと思います。はい、それでは続きましての情報をお願いします。はい、こちらです。はい、岡田達也と小田直樹が出演する若様組マイルです。はい、10月5日から21日まで日本橋三越劇場で上演されます。はい、はい、そして続きまして、はい、こちらはチラシがないのですが、はい、梶本大樹が出演します。桃の雲さんプロデュース怪人愛花、10月20日から28日までウエストエンドスタジオで上演されます。はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。そして最後に僕からもお知らせです。じゃーん、こちらやってみるのがリターンズでございます。こちらはですね、10月5日金曜日から、8日月曜日祝日まで、東長崎駅、西武池袋線ですねの東長崎駅にある小劇場テアトルラポーというところで上演いたします。こちらは、出演者は筒井俊作、そしてその他もうめちゃくちゃたくさんの方に日替わりゲストで出ていただきます。どんな内容かと言いますと、毎ステージ毎ステージ何が起こるか分からない即興舞台を皆様の前でお披露目するという、もう役者にとっては何のプラスにもならないただただ苦しい公演でございますが、はい、役者が苦しむ姿を見に来ていただければと思います。こちらなんですけれども、前売り券はですね、初日のステージ5日の19時30分の回のみ、申し訳ございません完売となってしまいました。当日券はお出しできるんですけれども、お立ち見になる可能性が非常に高いです。それ以外のステージは叩き売るほどございますので、何名様でもいらしてください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで石森さん、お時間となってしまいました。いや別にこれ特に時間制限ないんですけど、まあ、一応お時間となってしまいました。なるほどというわけでございましてですね、石森さん、はい、YouTube に移ってきたキャラメルボックス TV なんですけれども、はい、まあ、参加してみてどうでしたか、石森さん。いや、私石森美咲、はい、本日、はい、YouTuber の第一歩を踏み出しました。あ、そうなんですかこれ。違うんですかっていうか、踏み出しましたって、だって自分企画でもないのに何を急に言い出すっていうか、はい、いや、ぜひともこれからもたくさんアシスタントをやりたいなっていう気持ちを込めて、はい、そういうことだったのね、はい、なるほど。ぜひぜひ。そしてここら辺右下ですか左下ですか、どこかにあると思うんですが、はいはい、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。キャメロス TV に、そうだね、はい、わかりました、ありがとうございます。というわけでございまして、次回なんですけれども、次回のキャラメルボックス TV は10月の末頃に配信する予定でございます。はい、それでは皆さん、劇場であなたを待ってます。